で、今日は、うん、今日、まあ今日はね、まあ関係ないんだけど、まあクズ塾か。で、まず基本は教えてんだけど、基本ができてないね。あと、パンチをかなり怖がってんで、それを克服できるように、ちょっと練習しようかなと思って。それプラスあとボディか。これ、まあ言っちゃ悪いけど、まあボディで世界を取ったって言っても過言じゃないんで、それを教えたいなと。特にね、鎌田君なんか、ね、パンチもろビビりすぎ、はい、岩田君もね、下向いて、はい、ああ、それはあれですね、この前のスパーリング、そうそう、その後にもね、あの鎌田君とか練習来てるけど、見てもやっぱパンチビビってるからさ、うん、だから、ね、それを克服できるような練習を今日やろうかなと思います。はい、ガード、アサビガード上げろ、右ガード上げろ、ガード顎引いて下向かない、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 受けることによってドーンと打てるからね、ドーン、攻撃につながる避け方。だいぶでもなんか様になってきます。いや、様になってないね、やっぱりね。まだ全然ダメ。全然ダメだね、うん。まあ、人によって様になってる子もいるけど、うん、やっぱ気温がね、大事なので、ね。腰回し、手伝ってる。はい。そうだ、そうだ。腰回しみ。で、最後に、ドーン。はい。あら、30。ドーン。はい、ラスト10。よし、よし、はい、手出して。足止めな、足を。足の力使った、足の力。3、2、1、OK。OK。まあ、一回じゃあ、みんな集まって。みんなさ、あの、バラバラすぎるね。まず、サンタからワンツーやってみ。みんなよく見な。はい、サンタのワンツー。はい、まだやってみな、うん、これサンタのワンツーね、じゃあエンドのワンツー、ね、しっかり、ね、強くね、ワンツー、じゃあ次、うん、はい、次、はい、ストップ。まずね、まず浅見の場合はさ、脇開いてさ、こうなってるね、わかる。で、基本はさ、ね、前も言ったけど重心を下ろしてこうでしょ、ジャブで腰を回転させながらストレート、ワンツー、前すぎ、体を前すぎずね、こうなんないね、ワン、ツー、まあいろんな打ち方あるけど、俺の教え方はこうだから、こう、うん、と、ここまで、ここまで来たらドーンと、ドーン、あれ、腰を、腰リードね、下半身リード、フッドン、フッドン、フッドン、ね、脇を締めないと、脇開きっぱなしやっちゃダメだよ、脇締めて下半身リードでフッドン、フッドン、それをスムーズにやるだけだ。ジャブをこう打ってるのにね、ツーをこう打ったりしてるわけよ、ワンツーとか一ね、同じこれが顔と思ったらワンツーと同じことないと、ワンツーなのにワンツーって言ってるわけよ、分かる、言ってる意味分かる、はいはい、的は一個なんだよ、うん、それとも相手が避けると思ってやってんの、違うでしょ、うん、これをまあボクシングの基本ってワンツーだから、それしっかりね覚えるように、はい、はい、
何習いたい？ボディ習いたいです。フックも習いたいです。いろいろやっぱ教えてもらいたい、はい、だろうけど、やっぱりまあボクシングの基本のさっきワンツーやったでしょ。あとは防御だね。防御、防御ができてワンツーが打てればある程度何でも対応できるから、防御でいこうか。はい、はい、日本人はね、昔から日本のボクシングジムは攻撃から教えるけど、海外とかで大体防御から教えた方がいいからね。あ、そうなんですか、うん、違うんですね、そんな。まあ、そうでしょう。日本はね、攻撃が最大の防御って言うけど、まあ、海外は違うよね。はい。じゃあまず、パーリングって言って、まあ、ジャブ打つよね、ジャブ打ってみて。当てる気で。そう。顎に当てる気で。こうやって、手で、そう、これで払う。当てていいから。重きを当ててみ。当ててみ。当てね。当てる。当てろよ。当てろよ。当たんないから。いくよ。こっちの手で払う。そう。しっかり構えて。そう。当てる気でやってあげる。うん、で、まあ、初めジャブだけでいいよ。じゃあ、この二人と、この二人と、これいくよ。よけるよ。そう。楽しい。そうそう。こっちで。もう初めからさ、はい、脇がこうなってない、もう脇閉じないと。脇閉じてこう来たら、ポン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 、そう、ポン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 、はい。はい。リズム取りながら、自分もリズム取っていいんだよ。ちょっとだけ。はい、ストップ。今のパーリングだけど、今みたいにこうやって、ね、打ってみて。そう。ちょっとね、よければ、もう、フットワークでよけれるからね。ちょっと。あと、スウェーとかさ。あ、次いいよ。はい。こう、スウェーとかでよけれるから、それは自分のね、とにかく相手のパンチをしっかり見る。うん。右ストレートは左にダッキング。ゆっくり、ね、打ってみて、はい、ゆっくり。そう。こう。相手のパンチの左側に。ダッキングです。と。いくよ、ゆっくりやるね。ふっ。横じゃない、ちょっと斜め前に。ふっ。はい、そうそう。じゃあこれも二人一組でやって。はい、はい、ゆっくりでいいからね、危ないから。はい、いきます。はい、打てる体勢です。ちょっと横じゃなくて斜め前。打てる体勢、腰が動いてる。はじめゆっくりやったわけだ。ギリギリで。近いというか距離感が取れない。はい、これをさ、こう右打ってくんじゃない。右打ってきて。打ってきて、こうギリギリでいかないと。ギリギリで打てるから。こう来るだろ。ギリギリ。打ってきて。肩。腰をさ、スッ、ポンポン。肩。こう。ちょっと斜めがいいね。肩、よげれば打てる。だからこうしっかり、頭でちょっとずらすようなイメージ。ガードして。ギリギリって打てるから。こう来るやろ、こう来るやろ、じゃあ。こう。肩、腰をさ、スッと。こう。ガードですね。はい、こう。ちょっと斜めがいいね。そう。5回ずつ。よげれば打てる。はい。こうしっかり、頭で
いいよ、そっち。うまいですよ。うまいですよ。うまいですか。上手です。ゆっくり動きは、動きはできる。ゆっくり丁寧にやってる。こっちが足が、足がバラバラなんで。こっち、この子、この人です。あの、この二人もうまいですよ。こういう感じで、こういう感じで、イメージは。まあ、それができたら次、ワンツーね。ワンツー。ワンツー。はい、ジャブ、ジャブから。ワン、ツー。そう。サン、サン。サン、サン。もう、うん。サン、でもいいし。うん、まあ、とにかく、ハーリングからやって、ダッキング。はい。ワン、ツー。これはやっぱ、できて当然ですよね。当然っていうかね、まあ、これができたら、まあ、できないやつもいっぱいいるよ。うん。まあ、これができれば攻撃のねパターンも増えるし、避けて受ける。あ、それが竹原さんのボディーブローにつながってる。そうそう、うん、今練習だからね、避けられると思うけど、こういうのをやって、あとは実戦やってね、そのパンチの恐怖から、はあ、お互いしていかないとね、はい、で、今はね、左にダッキングしたいね、こうダッキングしたいね、したらね、俺得意だったんだけど、こう避けることによってドーンと打てるからね、ドーンと攻撃につながる避け方、ドン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 、うん、OK？ はい、うん、じゃあ次は避けた方は、避けた方はシャドウ、シャドウでボディを打ってみよう。バンバン。はい。はい。右がただ左が避けれてないんだよ。こう打ってきて、ここの距離がわからないと相手の打ってきて、打ってきて、パッ避けないと絶対避けれないからさ。はい。ワンツー、ワンツー、ワンツー。あと。よく見て、こうワン飛んできたツーもしっかり見ないと、はい、見てみて、はい、やってやったね、逆右手、右手右手、こう来てドン、腰と肩、回転だよ回転、腰の腰でサンドバッグってんじゃん大丈夫サンド、じゃあサンドやってみようか、斜め前にね、横じゃなくて、そうそうそう、いい、右、右打ってみんな、そうそうそう、右、右打ってきたら、す、腰、腰で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 、突き刺すの、突き刺す、ボディは突き刺すでいいです、オッケー、じゃあ一回休憩して、水飲んで、はい、じゃあ、鎌田、はい、避けるよ、頭左、そう、そうそうそう、距離ね、距離感ね、そうそうそう、そうそうそう、前来て、はい、距離距離距離、前来て、頭左、そう、しっかり見てね、そう、心拍力だよね、そうそうそう、そう、視力見てね、そう、そうで、横、避けたらシャドウで打って攻撃してみな、はい、そう
避けてた。そうそうそう。そう。そう。いいよ。うまいね。え、来た。来た。そうそう。来た。来た。そう。来た。来た。そう。来た。来た。はい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 。そう。上がる？こっち来たらしゃがめよ。こっち来て。はい。はい。そう。ふっ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 。しっかり見て。いや、しっかり見るよ。ビビないよ。しっかり見る。小さくなりすぎ、また大きく。はい。そう。オッケーよ。はい。しゃがむ。そう。逆逆、こっちに。そう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 。ゆっくりでいいからね。そう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 、しっかり見て。オッケーいいよ。オッケー。ありがとうございます。はい、まあだいぶね、これだとできるよね。あとやっぱ距離感が慣れるしかないんで練習しかないです。はい。距離感が分かればもっと楽に動ける。まあ、初めてやったんで、どういう動きしていいか分からなかったんですけど、とりあえずもう体に染みつけて、もう条件反射で動けるようにしたいと思います。うん、実践でやったのは初めてでしたけど、習ってる基本の中にその動きがあるので、それを活かすのが大事なのかなと思いました。今、このミットでやってるんですけど、これが拳って考えたら、うん、もう何発も習ってるんで、そう考えると。うん、避けるのってすごい大事だなと思いました。うん、これは今ミットだからいいと思うんですけど、これが実際の試合ってなるともっと怖いと思いますし、うんうん、やっぱり避けるっていうのはめちゃくちゃ大事だなって思いました。今まで攻撃しかやってこなかったんですけど、今日初めてやって あの防御っていうのがすごい重要なんだなと思いました。これでもやっぱもう慣れですよね。まあ慣れだね。うん、まあ、慣れしかないよ。いきなりできないからね。竹原さんもやっぱ現役の時ってパンチってやっぱ怖かったか。パンチ怖いよ。俺なんか怖かったよ、マジで。え、怖かったんですか。まあ4回戦の頃はまだパンチ怖いよね。うん、うんうん、まあ重いしね、俺なんか階級って、うん、まあ怖いけどね。まあ相手も怖いんだろうね。怖いし、一番怖い時ってやっぱね、自分が怖いと思って下向くときはダメになるんだって。そしたら怖くて上向けなくなっちゃうんだって。まあそれはまあね、練習生の頃だけど。だからもう怖いからって下向いたらますます怖くなるから、どうせ怖いんだったら相手をしっかり見てやんないと。うん、それだけだよ。はいはい、はい、うん、まあね、いっぺんに教えてもあれだから、今日あとボディやろうか。はい、ボディ、はい、ボディ打ちね。腹筋やってる？家でやってます。やってる、はい、やってる、やってる、はい、やってる、はい、これあれだよ、今日は踏む、殴る、ボールで投げる、3つやるから。ほんときついわ。で、俺が殴るんだよ、俺が踏むんだよ、俺が投げるんだよ、ボール。マジきついよ。あばら折った子もいるもんね。はい、うん、OK。 はい、はい、グラブ取って。1,2,3,4,5,6,7,8,9。力入れててこのパンチもらって倒れるようだったらリングは枯れないよ。打ち返せ、打ち返せ。怖がんない、怖がんない。
はい、さあ、はい、2